どうも、ガイエルです。違うか。吉田サラダです。ウィラブスワローズ。ということで、4月9日、ヤクルトスワローズ対阪神タイガース1対1の引き分けでした。まあ、今日もね、ちょっと声が飛んだままなんですけど、すいません、カスカスでね。はい、ヤクルト打線と一緒、カスカス。なかなか点が入らないですね。まあ、でもですよ、今日の試合0対1で負けてて、追いついての引き分けです。ですからね、まあ価値のある引き分けかなと思っておりますね。救援陣めちゃくちゃ頑張ってくれてますよね。無失点ですからね、すごいなと思っております。まあ打つ方はね、どうなんでしょうか。なんか今やる改善策ってあるのかなとか思って、まあね、チャンスでなかなか打てないな、少ないチャンスなんですけど、そのチャンスも生かしきれてないなということで、まあ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 、高津監督なんか策はあるのかどうなのかっていうところですけども、まあね、気になるところといえば、やっぱりね、古賀選手のダイソーなんですよね、僕は。古賀選手、足遅いっていう情報を聞いてるのに、結構ね、高津監督、古賀選手をダイソーで使うんですよ。だからね、もしかしたら、走塁がめちゃくちゃうまいんかなとか思って、ちょっと注意して、これから、古賀選手の走塁を見ていこうかなと思っております。まあ打線が悪いなりにもこうやってね、結果をちゃんと残してくれてますから、まあそこまで焦らんでいいのかなと自分自身に言い聞かせております。火曜日からは僕の喉とヤクルト打線が回復していることを望んでおります。はい、本日は以上です。ゴーゴースワローズ。ほんますいません、聞き苦しいですよね。すいません、直しときます。